一人っす。ゲストは取られてますか？いや、特に。そうでしたか。なんかどうぞ。バイブスあるね。え？ほんとクラブってわけわかんない人多いよな。VIP の受付ここ？え、あ、こちらからでもご案内できますよ。誰？少々お待ちください。ほんと金ない奴らっていちいち悪い奴らなきゃいけないから大変だよな。早くして。ご案内しますね。おい。おしぼりどう？女すぐ呼んでもらえる？あ、はい。ほら、ついてんなぁ。おい、え、ここ VIP エリアだからどいてくんね。え、ここはまだフロアじゃ。ちょっと、はい、離れるよ、行って。お客さん、すいません、気持ちもう少し離れていただけると。あ、はい。てかもうそこ突っ立っててよ。ちょっとセキュリティにお願いしてきますね。お客さん同士が揉めそうになった時って大体 VIP 優先ですよね。まあここも資本主義だからね。なんだかな、揉めるやつは誰とでも揉めるから大丈夫だよ。え、さっきから何ジロジロ見てんだよ。ここ VIP なんだけど。バイブスないね。ちょっと、はい、こいつつまみ出してくんない？あ、お世話です。え、久しぶり。こいつさっきから見てたけど、女性との絡みはやばいし、スタッフへの態度も最悪だから、もう追い出してもいいんじゃない？そうっすね。お客さんちょっともう退席してもらってもいいっすか？何その展開。白鳥くんは去年入社から知らないと思うけど、あの人前の前の支配に今は 15% くらい出資してる株主なんだよね。え、普段の営業を見たいからって何も言えずいきなり来るんだよ。覆面調査じゃないですか。ちなみに昔からバイブスがないと判断されると誰だろうが追い出されるんだよね。あ、危ねえ、変な人かと思っちゃったよ。独り言聞こえてないよな。最近この人おすすめに出てきて、いやもう本人がネタワークに走ってんじゃん。でさあ、お、すいません、申し訳ないです。僕のスーツがテキーラ吸っちゃったみたいですね。次は5杯飲むといいっすよ。はい、これドリチケ。あ、え、どこかで聞いたことがあるセリフ。あ、ありがとうございます。大変失礼しました。栗田さんってマジでキレないっすよね。まあ相手に悪意がなければね。にしてもですよ、そういや俺の入りたての頃もこんなことがあってね。え、お疲れっす。あ、支配人もう違うよ。あ、てかあのアルバイトの子バイブスないね。さっきの子もバイブス怪しいね。はい、俺が抜けてから本当にこの店大丈夫？申し訳ないです。文言の栗田なんですかそれ。ちょっとドリンク持ってきますね。じゃあお客さんにテキーラ持ってくね。あ、私が。みんな忙しそうだし俺の持ったんとだからいいや。あ、すいませんねお兄さん。お客さん大丈夫ですか？え、かかってませんか？おしぼり持ってきますね。バイブス湧き出てるね。え、いいよ君。てなことがあってこの前来てた元支配人気に入られて結果的に最年少マネージャーになったんだよね。クラブは私服の人でも関係者とか誰かと繋がってることも多いから普段の振る舞いには全員気をつけなきゃね。確かに。周りから当時最高峰のバイブス判定って言われたよ。なんだよな最高峰のバイブスって。まあそりゃ栗田さんっすもん。ちなみにないって言われると確かに誰でも追い出されるんだけど、あるって言われる人もいい意味でなかなかいないんだよ。バイブスあるね。え、あ、そうなんですね。ありがとうございました。え、こ、やばい。栗田さん、うん、ちょっとどうぞ。何あれ、僕が先日余計なアドバイスしたばっかりになんか気づいたらあんな感じになっちゃってて。まあ本人がいならいいんじゃない。いや不気味すぎますし笑顔のタイミングがなんか遅いですよ。どうぞ。注文いいっすか？あ、やば、オーナーだ。多分彼知らないよな。コーラ一つっす。600円っす。はい、よし。君ちょっとバイブスな。どうかされました？やばい、君いいね、バイブスあるよ。えー、むしろ笑顔のタイミングコンマ何秒か遅らせてもいいかもね。え、それと自分の裁量でいいからやるときとやらないときを適当に散らしてみて。え、あ、はい、オーナーさすがだな。え、なんで？今日も人多いっすね。ちょっとフラ見に行こうか。あ、はい。くそ、俺ん時なかったわ。うん？ありがとうございました。やった、俺食らったわ。え？これ見てみ。めちゃくちゃ話題になっとる。もはやあれ目的で来てる人も増えてるね。そんなことって、ほとんどの業種に当てはまるけど、同じような商材を扱う競合他社がいる以上、商売の決め手って結局人なんだよ。ほう。それに癖のある人の方が個性となり興味を持たれ、注目やファンを生み、結果的に収益につながるんだよね。なるほど。今回きっかけを作ったのは白鳥くんだね。でかした。なんだか勝手にいい方向に行ったみたいでよかった。いらっしゃいませ。立山さん、遊び来ちゃいました。お、今日も来たの？昨日は来てないっすよ。いいよ、入って。これ高すぎないっすか？いや、それで最初にご説明した通り。いやいや、それにしても、ちょっとさ、もういいんじゃない？え？あ、お前ら会計でごねるとかダサいよ。さっきは助かったよ。何？知り合い？まあ地元が一緒で年はあっちが上なんですけど、まあいろいろあって今あんな感じで。いや、ありがとね。いえいえ、でもああいうトラブルが起こるってことはそれだけ賑わってるってことっすよ。まあね、いやだから大変みたいよ。え？今年売り上げめちゃくちゃ立ってて、税金やばいらしくて。期末も近いし高い買い物しても資産扱いされてあんま効果ないし、何より無駄に購入したところで来年以降もこの調子が続く保証なんてどこにもないからね。なるほどっすね。ってなんでこんな相談してんだ俺。なもん広告バンバン打っちゃいいんすよ。え？店の価値自体は無形資産っすからね。価値上がっても帳簿上には乗らないし、将来的な懸念があるならなおさらっすよ。ほう。よく海外の高級ブランドや大手がやってる手法っすね。確かに。ちょっと上に行ってみるわ。えっす。てかもうここで働きなよ。君バイブスあるし。え、なんすかそれ。いや、クラブってやっぱ一昨日か乗り歩きじゃん。なんかいい感じな時や人に対して使ってんだよね。いいっすね。なんかどうぞ。バイブスあるね。え？こうした方がいいですって。お前マジうぜえよ、後から入ってきたくせに。まあまあ。大変っすね、いざ働いてみると。まさか本当に入ってくれるとは。僕ここ好きでしたけど、まだ態度の悪い感じがやろうたくさんいますね。お前服ダセえから帰れ。聞こえねえよ。まあねえ。あ、出した。丁寧に接客してんじゃねえよ。調子に乗るからフロア人だと思うなっつってんだろ。いやいや、絶対今のうちにその考え変えた方がいいですって。あ？ネットと携帯の普及によって情報の民主化は必ず起こるんで、お客さんがクラブを選ぶ世界が来ますよ。意味わかんねえよ。店が客を選ぶんだよ。はぁ。
てめえマジ生意気なんだよ。ごめん、俺から言っとくから、ちょこっち来て。謝る気なんて正しいよ。え、いつまでもオラオラしてて店が持つわけがない。じゃあ君は他よりも未来が見えすぎてるんだよ。普通の人は今に精一杯やから共感できないのさ。やってらんねえ。そんなこと言わないでくれよ。君はバイブスあるんだし、いつもバイブスバイブスうるさいっすよ。働いてる奴らが一番ないじゃないですかだから君を最後に入れて本当に良かったよ。え、俺は衝突を恐れてきて弱虫だけど、その信念貫いてね。あ、ありがとうございます。え、最近立山さん休み多いっすね。は、聞いてねえのかよ、部下なのに。え、なんだよあの人。え、余命宣告までされてたのにギリギリまで働いてたんだよそんなドラマじゃないんすから、まだ30代っすよ。え、バレちまったか。なんで初めから療養しなかったんすか。こんなとこよりあの賑わってる感じが本当に好きなんだよね。やめないでね。え、絶対この業界引っ張る人間になると確信してるからさ、頼むよ。わかんないっすよ。でも生きてるうちに君の作るクラブを見てみたかったな。立山さんが一番バイブスありましたよ。ありがとう。なんかどうぞ。バイブスあるね。え、いいよ入って何してんの。ムカつく客だったんで、水かけるとか他のやつらもやってますよ大丈夫ですか。君ぐらいで言うこと聞いてくれるのはまだ下っ端だし度胸がないだけですよ。他も伊藤くんくらい素直さな謙虚さがあればな。他の店どうしてるんですかね。え、多分同じ悩み抱えてるだろうし。確かに。いいね。来るまで少々お待ちください。吉崎と申します。こちらはさ。え、いや、ケンちゃん久しぶり。待たせたな。そんなことないよ。まさかお前もクラブで働くとは。てか雰囲気変わった。まあ前にちょっと。でどうした。いや、統率聞かなくて他はどうしてんのかなって。ああ、地元で昔ならボコボコにすれば終わりだったんだけど、一応まあ会社組織だし、何よりあの人が多分それを望んじゃいいんだよ。アメンだよ。え、この業界は特殊で癖物もいから舐められんしろって俺も昔代表に言われたよ。なるほどね。まあ逆に俺は厳しすぎるからあれだけど、最近やっとマシなのが出てきたくらいだし。彼のことかな。知らねえけど必要なのは規範と威厳だな。え、要はこれはいいダメっていうルールとそれを浸透させる強さだよ。それってさ、人基準でもいいんだよね。あ、それにヤバそうなやつが判断するならもっと効果があるよね。それはまあ何考えてるかわかんないやつが一番。あえて基準自体曖昧にし、逆に分かりやすい言葉で普段甘い代わりに発動したり一発アウトできれば。その調子だよ。え、昔からマジになるといつも冷静になるからな。そう、ひびつさん、あの方って。ああ、俺の弟だよ。お前キモいから無理。お疲れ。おいっす。バイブスないね。はい、消えろ。え、クビだよ。金は払ってやるから今すぐ消えろ。え、そんな。お前が今いない方が店にだってプラスなんだよ。ちょっと。はい、お前やりすぎじゃ。上からは僕より下なら好きなようにやっていいって言われてるんで。にしても、ちなみに昇格も決まったんで、イキヤさん、あなたも今のままじゃバイブスないっすよなんだよそれ。えっせ、俺の恩師がさ、死ぬ前にいろいろ上にお願いしてくれたんだよね。そのカードがやっと有効活用できるよ。ありがとうございました。身分証確認しますね。全体的にバイブスあるね。支配人のおかげですよ。みんなのおかげだよ。もう代表取締役になられるのも近いですね。そうね。コーラください。あ、支配人、少々お待ちください。どうぞもうちょい気持ちピークに向けて音絞れるかな。あ、ですよね。おはようございます。伊藤くん、ちょっと。はい、やめるわ俺。え、ちなみに次期支配人は君ね。え、そんな引き止めるのはダメだよ。立山の決命知らないの。え、まあでもほんの一部の人しか知らないもんな。どうしていきなり。明らかにみんな俺の顔色を伺って働いてるよね。伺わないよ、僕から言えば。ここの歴史からしてそれはもう難しいよ大丈夫、一部だけど株主になるし、たまに顔出すからさ。そうですか。それにここだけじゃなくて都内や日本のクラブを変えていきたいって思いもあるから。あの人も最後そういう意味合いで言ったんだと思うし。不安だなぁ。君は本来優秀なんだし、もっと自信持ちなよ。これは予想だけどね、多分俺が現場にいる以上もう怪物は現れないよ。え、いなくなることできっととんでもないのが入ってくるからさ、社会ってそういうもんだよ。来ますかね。来るよ必ず、近い将来。お疲れ。あ、支配人、お久しぶりです。いや、やっぱ飲みすぎは良くないね。お体大丈夫ですか。役職が上がるについて挨拶に来る人や乾杯する機会も増えてきたし、何とかしないといろいろ持たんよ。人間の栗田。何ですかそれ。あの子は。あ、伊藤支配人が入院してる間に入った最近の子なんですよ。じゃあお客さんにテキーラ持っていくわ。あ、オーナーも来てたんだ。あ、大丈夫かな彼。お客さん大丈夫ですか。え、かかってませんか。おしおり持ってきますね。バイブス湧き出てるね。え、いいよ君。怪物が来たか。